everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから節目の50回キウナ名古屋お送りいたします。記念すべき50回ですね。名古屋はですね、ちょっと秋の装いが出てきましたよね。王子のね、汗もじゃないね、脇もね、汗がね、滴り落ちることなく、快調でございます。名古屋のマスクのつけるようでございます。はい、隣。はい、最近、ちょっとプロテインに目覚めた、ちょっと筋肉増強血管の味噌煮込みスキーと。はい、最近ですね、涼しくなってきてまして、名古屋の方もですね。なんかですね、最近スズムシに目が覚める。ダンサーズでございます。はい、以上の3人でお届けします。そして今週のテーマはシルバー。ギンギンギン。今週のテーマはシルバー、銀です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。本日はゲストの電話コーナーがあります。本日の電話ゲストは、那覇市首里にあります、中村製菓の中村盛孝さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋、中川名木、名誉総裁賞受賞の首里、那覇、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、王子大丈夫ですか、マイク。ちょっとマイクの調子が悪い。マイクの調子が悪い。テストテスト、よろしいですか。はい。聞こえてますか、皆さん。大丈夫かな。出だしから滑るね。今日はね、王子のこうあれじゃないですよね。またパワーが移っちゃったかな、こう機械物にも。はい。ありましたね。はい。じゃあメールをねご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。パイナップルを食べすぎてベロが切れて痛いアレックスです。あ、しみるね。痛いよね。わかります。なん、ね、でしょうねあれね。後から結構きますよね、うん、はい、シルバーと聞いて思い出したのはシルバーバーチ。シルバーバーチ王子知らないですね。昔のインディアの魂だったっけ。そのシルバーバーチがああした方が魂が喜ぶ、こうしたらいけないなど霊媒師を通して教えてくれた本がいっぱい出てるよ。これぐらいしか考えられなかった。すまん。これなんか奥深いですよ。この霊媒師さんがいろいろこう教えてくれることがこうシルバーバーチっていうんですかね。すごいですね。シルバーと聞いてまずその発想っていうところがびっくりでしたね。そうですね。これ、よく王子の場合はですね、こう霊媒さんではなくても、いろんなものが降りてきてね、
表現してるっていうことをよく言われますけども、おだまり。もしかしたら、シルバーバージの一環でございましょうか。おだまり。誰も今日反応しないね。なんか効果音だけが反応してるっていう。はい、じゃあ行きますね。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、銀。私は銀に関する具体的なものは所有しておりませんが、銀に対するイメージをお伝えします。ズバリ、いぶし銀です。いぶした銀の持つ風合いなどから、目立たないけれども実力のある人、魅力的なものという意味で使用される表現。ネットからそのまま抜粋。いぶし銀、私もそういうような人物でありたいですな。ではでは、番組最後まで頑張ってください。ありがとうございます。あのね、いぶし銀って聞くとね、うん、王子、ちょっと野球をすぐ思い出すんですけども、はい、このバント職人とかね、こう、華々しいホームランじゃなくしてですね、うん、こう、小細工が上手っていうのをよくね、表現として、こう、いぶし銀ってね、アナウンサーの方が言うんですけど、うん、そういう、まあ、苦労人っていうんですかね、そういった人のことをなんかね、思い出しましたね。うん、野球の解説で実際にそうやって、そうやって言いますね。っていう表現を使うってこと、うん、うん、よく出てきますよ。うん、なんか、いぶし銀って言うと、やっぱり、ちょっと、なんて言ったらいいんだろう。ね、ちょっとこう、魅力的な中年の方のイメージが私にはありますけどね。ああ、でもそういう表現もありますよね。ね、そうするとね、ちょっとこう、白髪混じりっていうんですかね。うん、ダンディーな方。ちょっとロマンスグレー的なイメージ、うん、そうですね。そういった方もね、こう、いぶし銀って感じですよ、ね、られますよね、うん。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ツイキャスも来てます。おがちからもちさん。こんばんは。青森からツイキャス見てます。王子、マイクどうした？はい、王子のマイクはね。あ、でもその後大丈夫ですよ。大勝ちからもちさん、王子の声、花丸ってなってます。花丸花丸でした。花丸いただきました。ひろっちさん、大道芸&マジックマニアということで、こんばんはって言います。こんばんは。こっちゃんさん、このテーマ、すいません、パスです。ええまあ、なかなかね、いろいろこの銀に対しての捉え方もいろいろありますから、またね、自分の送れるテーマの時にお待ちしてます。そうですね。はい。はい。じゃあ、続いてですね、こちらは、銭形警部からですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。雪の降る北海道の銀世界をイメージしましたね。私自身旅行はほとんどしたことがないので、リアルに雪が降っているところを見たことがないです。高校生の頃に北海道の修学旅行がありましたけど、その頃の私は学費稼ぎで精一杯のため行くことができず、残念な思いをしたので、近い将来に運命の女性と一緒に行って雪が降ってるところを見て感動したいですね。早くね、その運命の女性をね、見つけていただきたいですね。放送上では言えないのですが、運命の女性があの人ならいいんですけど、ダメ元ですが、誰？放送では言えないから。うん、うん、放送では言えないんだけど、ちょっとこう、うん、テレパシーをご紹介して。そこになんか書いてあるの？あ、そういうわけじゃないんだ。書いてない。教えてくれないんだよね。違う、放送上では言えないけれど、書いてあるのかなと思って、すごい期待したんだけど、残念ながら書いてないのね。でもやっぱりね。うん。藤子ちゃーんだよね。おだまり。違うのかな？うん、でも運命の藤子ちゃんがね、現れるといいですよね。うん、いいですよ。あんなナイスバージーなかなかいないですよ。あ、でも待って、銭形さんだからダメなのか。あ、そっか。ルパンじゃないもん。あ、そっか。そうだよね。ね？そうよ。うん。とっつぁんはダメじゃない。とっつぁんはダメなのか。じゃあ、藤子ちゃんはルパンさんなんだね。そうだよね。女性警察官出てこないですもんね、ルパンにね。あと他に女性って、あれ、ジェニガタさんは別に何、ルパン三世の中ではそういう役的なものの人はいないの？あんまり恋愛的なとこ出てこないですよね。そうか。ね、うん、女性警察官でもいるとね、うん、いいんじゃないかなと思いますけど、出てこないですもんね。そうか。考えてみたら。じゃあ、あれですね、運命の人が現れるまで。そうですね。ね。
あの、王子もお祈りしておきますよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ではではでは、CM の後はゲストコーナーです。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、ゲストコーナーでございます。本日は、那覇首里にございます、中村製菓の中村森隆さんです。こんばんは。こんばんは。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰しております。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、沖縄の方はですね、お盆が終わってちょっと涼しくなってきたなっていうか、秋の気配がしてるなって感じなんですが、はい、あ、そうなんですね。名古屋の方はいかがですかね。はいはい。朝晩だいぶ涼しくなってきまして、過ごしやすくはなってきてます。はい、で、その前にですね、自己紹介の方をお願いいたします。あ、すいません。ですね、龍銀首里支店向かいにございます、創業60年の老舗中村製菓の、中村森隆でございます。僕で3代目ですね。失礼いたします。はい、はい、ありがとうございます。いや、すいません。いえいえ、とんでもないです。はい、はい。ですね。はい、先ほどお盆が終わった話をしたんですけど、ちょっと中村製菓的にというか沖縄的に行事が盛りだくさんでして、はい。今週末からお彼岸に入るんですね。はい。で、お彼岸の時は、まあ、こっちだとお墓参りに行くんじゃなくて、はい。お仏壇に手を合わせたり、はい。火ぬかんって言って火の神様と、あと、屋敷のうがみって言いまして、はい、うちゃなくってちょっと伝わりづらいと思うんですけど、鏡餅3セットみたいなやつを、はい、飾って拝むっていう行事があるんですよ。はい、これがね、控えてて。で、はい、それが終わったら、お月見があるんですね。うん、はい、で、お月見、沖縄だと何て言ったらいいんですかね。はい、小豆をまぶしたお餅、ふちゃぎっていうんですけど、うん、はい、これを食べる行事がありまして、はい、結構盛りだくさんな感じなんですが、うん、ですね、はい、ちょっと、すいません、情報的なものだけ先に。はい、はい、いいですよ、いいですよ。ごめんなさい、いいですよ、はい。ですね、
うちゃなく、今週末からのお彼岸でうちゃなくが結構出るんですが、はい。このうちゃなくの方は、屋敷の神に備えて結構用意はしてるんですけど、はい。どうしても一気に売れてしまってとかいうことがあるので、できれば、はい、お電話でご注文いただいておくと安心なんですね。はい。で、あんもち等も、人気商品で用意してるんですが、こちらの方は数に限りがありますので、あんもち、黒糖もち、よもぎもちの中で、あ、これちょっと気になるなーっていうのがあった場合はですね、はい、こちらもお電話をいただいて、ご予約いただくと確実に受け取れて、はい、数に限りがありますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい。ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。はい、ご無沙汰しております。ちょっと今、お忙しい時期ということでね、たくさん行事のこと紹介していただきましたけれども、はい、ちょっと多分商品のラインナップを聞いて、気になった方がいらっしゃると思いますので、はい、お電話番号を教えていただけると嬉しいです。はい、お電話番号はですね、はい。098。はい。はい。884。はい。5901ですね。はい。で、こちらですね、ちょっと、はい、うちの電話がなんかおかしくてですね、ベルが5回鳴らないとうちの電話が鳴らないという変な機種なんですよ。はい。なので、ちょっとあ、電話出ないなって思わないで、少し待っていただけるとありがたいです。あ、はい。じゃあ、電話予約される方は、はい、ちょっと長めにベルを鳴らしていただいて、はい。ですね。お電話番号。並べるぐらいで多分出れると思いますので。わかりました。はい。電話番号もう一度こちらからお伝えします。はい。098-884-5901 番ですね。はい。はい。お店に、まあ、買いに行かれる方もいらっしゃいますので、はい、営業時間とか定休日を教えていただけると。そうですね。はい。今週は多分、はい。定休日みたいな形はないと思うんですが、はい、基本的に朝9時から夜の8時までですね、はい、でもしかしたら日曜日は6時ぐらいに閉まっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっと、はい、お客様の流れだったりそういうものによるので、はい、日曜日に受け取られる方はお昼ぐらいにはいらっしゃるといいよろしいかと思います。あ、うん、はい、日曜日も営業ということですね。はい。普段は日曜日が12時に閉まっちゃうんですけど、はい。今週はお彼岸ですので、多分日曜日も5時ぐらいまでは確実に空いてると思いますね。はい。はい。はい、もう交通アクセスも大変いいところで、そうですね。ちょっと場所はわかりにくいんですけど、首里駅から3分ぐらいのところです。そうですよね。はい。はい、すぐ近く、駅から近いなと思ってましたので。はい。はい。本当に、龍銀首里支店さんを目印にするのが一番見つけやすいですね。はい、うん、そうですね。はい。はい。ということでですね、なんか隣の方がですね、なんか、死んだ魚の目をしてますけども。はい、だよね。だよね。はい。お久しぶりでございます。マスクマンでございます。マスクマンさん。ですね、私一つにお聞きしたいことがあるんですけども、はい。いろいろな、創作的なね、お菓子を作られておりますけども、また、はい、これから、なんかちょっと面白いような、ね、お菓子を作りたいな、スイーツを作りたいなっていうお考えはあるんでしょうか？そうですね。いろいろ、試しては失敗してっていうのの繰り返しで、うんうん、まだ、これといった、なんか、これはもうすぐ商品化が見えるみたいなものはまだないのですが、うん、何かね、やっぱり作っていかないと。皆様に飽きられてしまうというか、うんうん、なるので精進していきたいなという思いだけはあります。でも時間かかりますもんね。こう試行錯誤しながら、ね、商品化するまでっていうのはなかなか時間かかると思いますので、はい、いつもね、お菓子いただいたりスイーツいただいた時にね、とても美味しくね、食べさせていただいてますので、またね、新しいものをね、世に出していただきたいなって思っております。はい、なんて言ったらいいかな、新商品とか新作っていうわけではなく、うん、うちの売りなんですが、はい、クリスマスの時期にですね、数量限定でティラミスが店頭に並びまして、はいはいはい、このティラミスがですね、本当に毎年ご好評をいただいているので、うん、ぜひ、私はティラミスが好きだ、マスカルポーネが好きだって人は、ぜひ一度ご賞味いただきたいですね。
そうですよね。はい、ね、彼女のためにですね、皆さん買いに行ってください。はい、本当素晴らしく美味しいので、本当によろしくお願いします。そうですね。早く行かないとね、なくなっちゃうよ。はい。そうですね。いや、本当にそうなんです。はい、ね、皆さんたくさんの方ね、中村聖子さんにね、足を運んでいただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい。でも、まずは、お彼岸ということで、あん餅がありますね。そうですね。お彼岸がですね、本当、毎年必ずいらっしゃられるんですよ。黒糖餅はもうないのとか、よもぎ餅はないの。でも、わかります。はい、ね、黒糖餅をね、いただいたこともありますけれども。はい。本当に美味しくて。ね、黒糖のコクがね、やはりね、なかなか名古屋では食べられない味なんですよね。はい。そうなんですね。あん餅のあの柔らかさがまたね、いいんですよ。はい、王子のほっぺみたい。今度触らせてください。ちょっとね、しまった。呪縛した?呪縛したよ。ということは、ね、甘いもの、美味しいもの食べ過ぎで、ちょっとほっぺに肉がつきましてね。楽しみにしてます。はい。でも本当にあん餅美味しいですし、ね、やはりお月見といえばね、ね、なかなか名古屋では食べれませんが、ふっちゃぎ。そうですね。特に最近は、うちのように、小豆のふっちゃぎが減ってきまして。はい、あ、そうなんですか。はい、結構、なんていうか、甘納豆みたいな。ものが乗ってるふちゃぎも結構増えてきたので、私は甘くなくて塩茹でした小豆が好きなのよっていうお客様はぜひ来ていただきたいですね。はい、好きです。はい。はい。はい。ということで、改めてですね、電話番号を申し上げます。中村聖華さんのお電話番号、098-884-5901、098-884-5901、これは、パパシ極霊ですかね。なんか今無理やり感があるけど。はい、パパシ極霊まで。はい、はい、パパシ極霊。はい、営業時間は9時から20時ですね。20時は、はい、すいません、日曜日は夕方ぐらいまでということで。はい、はい。ですね。そして、住所は那覇市首里鳥堀町 1-24-1 ですけれども、琉球銀行目印に、はい。琉球銀行、首里支店を目印に来ていただけると。首里支店ですね。首里支店を目印に来ていただけると。簡単に探せます。コインパーキングもですね、最近増えてとても、はい。車でも寄りやすくなりましたので、うん、はい。琉球銀行首里支店を、カーナビの方に入力していただくのが一番確実かと思います。そうですね。はい。じゃあ、もうそろそろお時間でしょうか。お時間ですね。はい。はい。はい、どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。じゃあ、中村森高さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。キユナ名古屋。はい、ツイキャスですね、ソラシドおばさんさん。あ、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。久々に来れたけど、うん、王子のイラッとくる感じ、変わってないな、うんうん。これ私たち毎週やってるんですよ。でしょ?はい。今日なんかね、今マイクチェンジしましてね、うん、ちょっとマイク、背が高くなってね、今王子ね、正座してるんですけどね、足痺れちゃってさ。トークが滑ってくるマイクまで壊れました。ねえ、ちょっと具合が悪いですね。今日調子いいよね。そらしろさんに、申し上げたいです。我々毎週やってる辛さをね、知っていただきたい。はい。シュプリームさん、こんばんは。息子に第一子が生まれ、計3人の孫のおじいになり、シルバー感が半端ないです。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、そうなんですね。すごいすごい。お孫さんがいらっしゃるっていうのを全然存じなかったので、ご存じなかったので、びっくりでございます。はい。はい。はい、メール来ております、はい。よろしいでしょうか。はい。はい、名護島なあさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、朝晩は心なしか涼しく感じるお彼岸前ですね。
シルバー。電車のシルバーシートに腰掛けてみたい私です。そして若い人はそこはダメですよ、と言ってほしい。そのまま認められたら悲しいですね。アクセサリーが好きなのでシルバーも持っていますが、ネックレスはシルバーは汗をかくと痒くなります。純金かプラチナしかダメな体です。あ、将棋はハサミ将棋しか知らないです。最近は相方とオセロをやっていますが、オセロ、オセロを相方が真剣にやると負けます。それでは沖縄はあと少し夏の終わりを我慢して楽しみます。皆様も秋の気配でワクワクしてくださいね、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。うん、あのね、うん、こう、まあ、今のね、シルバー、いろいろね、銀で思いつくことありますけども、うん、ね、王子ね、はい、本当はちょっとあの、シルバーヘアが多くなってきたんですよね。何シルバーヘアって。ヘアです。あ、ガチルバーヘア。ヘアってあれじゃございませんよ。ね。ね。ごめん。よく日本語で言う白髪ですよね。ごめんなさい。ふざけたの私だった。すいません。はい。あの、メールよろしいでしょうか。はい。途中で話し切ったな。ごめん、ごめん。はい、お三方こんばんは。フルムン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、銀。今日は銀杯です。あ、銀杯っていうのは、銀のね、グラスの杯っていうのかな、はい、写真が今、超添付されてます、はい。明治から大正のものでしょうか。先週のカメラに続き、これも、義理の父からのいただき物で長年蔵で眠っていたものです。良い意味で使い道に悩んでますということで。ああ、うん、すごいんですよこれ。そうですね。うん、本当のなんだろう、本当にすごい歴史的な、そうですね、ね、うん、感じの、うん。でも逆にそう使えないみたいな感じですよね。きっとこう古くてなんか上等な感じで。なんかねこれ持ってね乾杯するとね、うん、王子なんかはね、よく思い出しちゃうのはね、うん、ルネッサーンス、そっちに来たか、そんな感じだよね。はい、退場、退場、退場、誰だよ、退場言ってんの。退場、退場、退場、はい、退場、退場、退場、今日長いね、退場が。もう、そうこうしているうちになんか、はい、すっかりエンディングの時間になっちゃったよ、はい、あら、エンディングでーす。そうだね。はい、来週のテーマは宇宙、惑星、人工衛星、星など宇宙に関するエピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海共和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライフォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ありがとうございました。ひろっちさん、今回のテーマ、銀は、今から30年前の少年時代に入っていた、少年野球の県大会で2年連続準優勝して銀メダルをもらったことです。うん、心残りは金が取れなかったことです。銀でもすごいよ。ね、銀でもすごいと思います。小勝からもじさん、銀といえば誰もが持っている100円や50円玉ぐらいしか思いつかないです。ということで。あのね、それもね、集めればね、大事ですからね。そうそう。積もればね。うん、はい。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。来週は宇宙でーす。はい、今週も聞きいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。閉店ガラガラ、ごめんね。うん、放送時間内に言えんかった。ね、あのね、はい、今日なんか途中で、切られたよね、うん、王子の話を。ごめん、なんかしかもさ、シルバーヘア。ヘアって、フェアって言っちゃった。ごめんね。そうなんかね、銀細工のね、催し物と間違えちゃうからね。ごめんなさい。なんかちょっと、島田さんのアクセサリーでちょっと。失礼しました、はい。はい。ではまた来週、はい、ありがとうございました。ツイキャスもありがとうございます。ガラガラ。